ダはピュアラブです。NHK ドラマ、正直不動産の主役に、ヤマピーが選ばれたのは、夏原武さんの指名家ということをお伝えしていきたいと思います。 NHK ドラマ、正直不動産の主役を、ジャニーズのヤマピーが演じています。正直不動産は、夏原武さんの原作漫画のドラマになります。 ヤマピーは以前も夏原武史さんの原作漫画クロサギの主役を演じていました。夏原武史さんがクロサギのヤマピーの演技を気に入って正直不動産の主役もヤマピーを 指名したのかもしれません。えー、正直不動産はね、えー、ヤマピーの、えー、良さがとても出ていてね、えー、非常に面白いですね。えー、クロサギのね、えー、時の、まあ、ヤマピーと、まあ、被る感じがありますね。うん えー、クロサギもね、めちゃめちゃ面白かったですよね。うん。えー、ヤマピーと、えー、堀北真希さんだったかなが出てたんですよね、当時ね。うん。えー、そしてあの、極楽トンボの加藤さんもね、悪役として出てて。うん、あれもめちゃめちゃ面白かったですね。うん。えー、正直不動産もね、すごい面白いんで。 えー、本当におすすめですね。ご視聴いただきありがとうございました。